どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA がですね、ANA マイル、ANA スカイコインの有効期限延長ですね、特別対応ね、発表いたしましたので、本日はこちらの解説、プラスアルファということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、ANA スカイコインと ANA マイル、両方ともですね、有効期限が1年間延長っていうのがね、発表されました。いやー、非常にありがたい対応ですよね。さすがにね、もう世界的にね、動き出しておりますので、もうね、この延長っていう、まあ、この特別対応ですね、もうね、ないと思ってたんですけども、今回ね、発表されましたので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、公式サイトね、こういった形になっておりまして、ANA マイル、ANA スカイコイン有効期限を2024年の3月末まで延長しますということで、まあこちらね、今までずっと行われてきたわけなんですけども、まあ今回ね、改めて1年間ね、延長が発表されたっていう風になりますんで、有効期限がね、そろそろ切れそうっていう方もですね、2024年の3月31日までですね、有効期限延長してね、利用することができるっていう風になりますんで、いや、非常にありがたいですよね。で、細かいね、公式サイトの内容なんですけども、2023年の2月の28日までに有効期限を迎えるマイル、ANA スカイコインを2023年3月31日まで延長しておりましたが、さらに2024年2月29日までに有効期限を迎える ANA マイル、ANA スカイコインをですね、2024年3月31日まで延長いたしますということで、丸々1年間ですね、さらに延長っていうことがですね、発表されたわけなんですよね。で、注意事項としてはですね、今までね、こちらずっとやってきて、この参加登録っていうのはもう結構前からですね、まあ利用されている方がほとんどだと思いますし、参加登録している方がほとんどだと思うんですけども、今までね、利用されたことない方はこちらね、公式サイトで参加登録がね、必須っていう風になりますんで、この点はね、本当に注意していただければなと思います。こちらね、参加登録していただかないとですね、まあこちらね、後で解説するんですけども、後からね、参加登録してもね、マイル戻ってくるっていう風になりますんで、まあ、ひとまずですね、この動画を見られたら、まあ、とりあえず参加登録はね、しといていただければな、なんていう風に思いますので、ぜひね、忘れずに参加登録しといてください。で、またですね、今回の特別対応の対象者はですね、参加登録をした ANA マイレージクラブ全会員っていう風になっておりますので、ANA のね、マイレージクラブ会員であれば、誰でもね、利用することができるっていった形になります。で、またね、ちょっと注意事項なんですけども、この登録期限と再積算、付与時期っていうのはですね、こちらね、マイル、持っているね、マイルとスカイコインのね、有効期限によってね、異なるっていう風になりますんで、ちょっとね、細かくなりますけども、説明ね、していきたいと思いますので、注意してね、聞いていただければなと思うんですけども、まず、参加登録済みの方で、2023年の3月31日までに有効期限を延長している場合ですね、こちらの方は再登録ね、する必要はありません。で、2023年の3月31日、今のね、有効期限で一度ね、失効いたします。失効するんですけども、2023年の4月の中旬にですね、2024年3月31日のまあ、1年間延長されたですね、有効期限として、同数のマイルと同数の ANA スカイコインね、積算しますっていう風になりますんで、まあ、注意しといていただきたいのは、一度失効するっていう点ですよね。ANA マイルとこの ANA スカイコインのね、延長に関しては、一度失効するんですよね。だから、ですんで、一回口座から消えるんですよね。まあ、ここはね、結構不安な部分ではあるんですけども、またね、再積算っていった形になりますんで、こちらね、後でね、積算されますんでね、一応失効するっていうことは覚えておいてください。で、次にですね、2022年の4月の1日から2023年の2月の28日まで有効期限を迎える場合ですね、2023年2月28日までに参加登録がね、必要っていった形になります。で、参加登録いただいてもですね、こちらの有効期限で一度失効いたします。すなわちですね、2023年の2月の28日で一度ね、有効期限で失効いたします。なんですけども、2023年3月の中旬に3月31日の有効期限ということで、ANA スカイコインマイルがですね、再積算されます。で、またですね、2023年の3月31日に再度失効いたします。で、
またですね、2023年の4月の中旬に1年間有効期限が伸びた2024年3月31日の有効期限として同数のスカイコインとマイルがですね、再積算されるっていう風になりますんで、まあこちらね、対象者の方は結構ね、複雑で困惑されるかと思うんですけども、まあひとまずね、参加登録ね、しておいていただければ、まあ2024年のね、3月31日の有効期限のマイル、スカイコインでね、再付与されるっていう風になりますんで、平井さんこんなこと言ってたなみたいな感じで、まあ一回ね、口座からマイル、スカイコイン消えた方はですね、まあ思い出していただければななんていう風に思いますので、こういった形になってるんですよね。で、次にですね、2023年の3月1日から3月31日に有効期限を迎える方ですね。こちらは2023年の3月31日までに参加登録が必要です。で、参加登録していただいてもですね、2023年の3月31日で一度失効いたします。で、またね、2023年の4月の中旬に2024年3月31日の有効期限として同数のマイルとスカイコインね、再積算っていう風になりますんで、こちらもね、一度失効して再付与されるっていった形になります。で、次にですね、2023年の4月の1日から2024年の2月の29日までに有効期限を迎える方ですね。こちらは参加登録が2024年の2月の29日までになっておりますので、この点はね、注意してください。で、参加登録していただいても、当初の有効期限でね、一度失効するっていう風になりますんで、2024年の2月の29日で一回失効します。で、その後、2024年の3月31日の有効期限として、同数同マイルをですね、再積算っていう風になりますんで、こちらもですね、結構複雑になっておりますけども、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。で、次にですね、有効期限を迎えた後に参加登録する場合ですね、こちら ANA のね、素晴らしい対応だと思うんですけども、有効期限をね、過ぎた場合であっても、2024年の2月の29日までに参加登録していただければですね、参加登録した翌月の中旬頃にですね、2024年3月31日の有効期限として、同マイル数と同スカイコインね、再積算していただけるっていう風になりますんで、まあ、有効期限を迎えた後でもですね、こちら参加登録さえしておけばですね、再付与ね、受けることができるっていう風になりますんで、まあ、とりあえずはですね、参加登録ね、忘れずにしといていただければな、なんていう風に思いますので、これだけはね、確実にやっといてください。で、このね、延長に関しての注意事項なんですけども、マイルもスカイコインもですね、元々の有効期限で利用いたしますよね。で、利用した後にですね、こちらが取った航空券が、まあ、払い戻しになってしまった場合、まあ、これがですね、悪天候とか台風とかね、こういう場合であってもですね、払い戻した時点でですね、有効期限が過ぎている場合、この場合はですね、残念ながら失効っていう風になりますんで、まあ、これはね、ちょっと何とも言えない部分ではあるんですけども、このね、使った時の有効期限で、その後ですね、払い戻しした場合でもですね、有効期限が過ぎてしまっている場合はですね、こちらね、帰ってこないっていう風になりますんで、この点はね、注意していただければなと思います。まあ、というよりかは、まあ、こちらはね、覚えておいていただければなと思います。今のね、有効期限で使ったら、それ、マイルと、あれはね、延長対応にはね、入ってこないっていう風になりますんで、この点ね、ご注意ください。それでは次にですね、ちょっとね、こちらプラスアルファとしてちょっと細かい話なんですけども、こちらの楽天ブックス ANA ですね、楽天ブックスでマイルキャンペーンっていうのが、これもういつからやってたんだろうな、もうかなり前からやってる楽天ブックス購入する時のね、キャンペーンなんですけども、こちらね、残念ながら2023年の3月31日ご注文分をもって終了っていう風になりますんで、まあ、ANA マイルね、貯められている方で楽天経済圏とかね、いられる方はね、結構利用されてた方ね、いらっしゃると思うんですけども、こちらね、3月31日で終了っていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。ちょっとね、利用されている方ね、結構いたかと思うんですけども、まあ、こういった感じになりますんでね、この点は覚えておいてください。ということで、今回ですね、 ANA がスカイコインマイルですね、
特別対応ね、発表いたしましたので、解説させていただいたわけなんですけども、いやね、今年あると思ってなかったので、非常にありがたいですね。まあ、昨年同様ですね、残念ながらアップグレードポイントに関してはですね、今のところ延長がね、発表されておりませんので、確か昨年もね、結局アップグレードポイントに関しては、延長されなかったっていう風になりますんで、まあ、おそらくですね、まあ、今年もね、スカイコインになるのではないのかななんていうふうに、私もまだね、アップグレードポイントまだ持っておりまして、まあ、ちょっとね、飛行機乗る機会がございませんので、多分ね、スカイコインに交換してしまうと思うんですけども、まあ、一応ね、来月の頭ぐらいまではですね、キャンペーン期待して、まあ、置きたいなっていうふうに思っているんですけども、まあ、現時点ではですね、アップグレードポイントの、キャンペーン、特別対応はね、発表されておりませんので、この点もね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。はい、ということで今回ですね、ちょっとおまけ動画をね作らせていただきまして、こちらのね、みんなの銀行のキャンペーンなんですけども、まだね、口座開設されてない方はノーリスクでね、3000円取れるねキャンペーンっていう風になっておりますんで、こちらね、ぜひ参戦していただければなという風に思うんですよね。今回みんなの銀行口座開設キャンペーンということで、紹介コードをね入力していただくと、みんなの銀行っていうのは1000円もらえるんですよね。また3万円ね入金していただくとプラス2000円がもらえるということで、こちらね合計3000円がねもらえるっていう風になりますんで、ぜひねまだ口座開設ねされてない方はですね、ぜひね今回のキャンペーンね利用していただければなと思います。こちらね2月1日から5月1日までということで、かなりね長期間やっているキャンペーンっていう風になっておりますので、口座開設されてない方はですね、ぜひね紹介コード入力していただいて3万円ね入金していただいて、合計3000円ねゲットしていただければなと思います。でこちらね紹介コードを入れていただくと1000円もらえるっていう風になりますんで、もしね口座開設してその後ですねご家族の方とかね、開設されてない方いらっしゃったらですね、ご自身の紹介コード入れていただければお互い1000円もらえるっていう風になりますんで、こちらもねかなりおすすめっていった形になります。このねみんなの銀行っていうのは、まあ払い戻しはですね、セブン ATM とかでね利用することができて、スマホでね、完結するんですけども、スマホのクイックペイとかでもね支払いすることができますし、デビットカードでね番号とかも出せるっていう風になりますんで、まあ普通にクレジットカードの番号みたいな感じでデビットカードでね利用することができますので、まあ Amazon とかネットショッピングとかも利用できますし、 iPhone の方はですね Apple Pay とかもね利用することができますんで、まあそのままスイカチャージとかにもね利用することができるっていう風になりますんで、個人的にはねかなりおすすめのキャンペーンっていう風になりますんで、もしね利用されてない方はですね、ぜひねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。